Hey guys, I'm Arisa Nanase. Thank you for watching my videos. どうも、Nanase Arisa です。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。結局このアメリカのタンクトップ、あんまり今年の夏着てなかったな。じゃあ今日の本題はですね、Kindle Unlimited についてです。今話題の Kindle Unlimited なんですけど、日本に来てもうこれやばいですね。すごい神ですね。Kindle Unlimited も最強説をね、今日はちょっと説明しようと思います。で、皆さん本読むの好きですかね？もうね、あんまりね、まあ、本当に月に読めて 1,2 冊とかだったんですけど、 Kindle Unlimited は月々確か980円で読み放題なんですよ。電子書籍がね、いけないのが Kindle Unlimited は一応何冊でもこう無制限に本を読めるんですけど、一度にダウンロードできるのが10冊までなんですよ。でもこれある意味、例えばこう読まないのにいっぱいこう取っちゃうよりかは、10冊というか読んでったやつからこう消していっていかなきゃ、消していかなきゃいけないので、そういった意味ではちゃんと読めるようになるいい工夫なのかなと思います。で、結構もう本当にバラエティに富んで、雑誌とか英語の本とかいろいろ読んでて、英語の本をもう片っ端から私読むので、でそれで皆さんに知識をどんどん発信していくので、すごい楽しみにしててください。まあ電子書籍読みにくいかなっていう人多いと思うんですけど、 iPad なんですけれども、こうめくっていけるのですごい楽です。で、文字もね、結構この iPad のサイズだったらすごい読みやすいです。で、何がいいって、いつもこの重い分厚い本持ち歩いてたんですよ。でもこれがあればもう 4,5 冊読めちゃうので、もう最近はもう重いにはこうしたことないんですけど、もうこれ1冊というか1個を入れてね、Wi-Fi ないんですけど、 Wi-Fi なくてもダウンロードしちゃえば読めるので、すごい重宝してます。ということでね、もうこの Kindle Unlimited とか解禁されてから、私は本を多分ね、もうね、40冊ぐらい読みましたかね、先月。でね、もう一個今日おすすめなのがあって、あとはね、ほんと速読の練習にもなるし、すごいね、いろんな種類がありますので、面白いです。英語の本を片っ端から読むと、すごい英語力つきそうじゃないです、情報が。で、これ、こないだ、あ、まだこの動画上げてないんですけど、文房具カフェに行って、この可愛い付箋も買ったんですよ。で、ここでこう読書の記録が作れるんですね。なのでもうこれにひたすら書いてます。で、先月結構、まあ、雑誌とかは書いあんまり記録にはつけてないんですけど、こういう感じで、まあ、映画バージョンもあるので、映画と読んだ本でこう書いてるんですけど、結構ね、あ、ここには4冊しかないや、先月。まあでもこれは冊子で読んだのも入ってる、冊子で読んだのメインでつけてるのであれなんですけど、あ、でもすごいね、読書量が多いです。だから YouTube のネタもね、もうたくさんもうみんなにこう共有したいのがいっぱいあるので、楽しみにしてくれればと思います。一応これだけ紹介しておきましょうか。欲しいっていう人出てきたらね、これね、東京にある文房具カフェで買ったんですけど、多分ネットとかにも出てるのかな、キングジムのやつですね。もうなんかね、ブックっていう付箋、こういうやつ多分ネットに売ってると思うけど、そんな高くないし可愛いんで、これ記録つけれるのでいいですね。ステップ Kindle Unlimited とね、もう最強ですね。値段動画高くならないようにしてほしいっていうのと、あとはいろんな種類を増やしてほしいですね。あと雑誌も私結構毎月買ってたんですけど、いろんな雑誌が結構見えるので、ファッション誌とかも、なんかすごいね、ファッションの勉強にもなるし、もう自分磨きがとことんできます。というわけで Kindle Unlimited、 皆さんもぜひ見てみてください。 See you。 あ、初めの1ヶ月目は無料です。ちなみに私は別に Amazon の回し物でも何でもありません。では、See you!